社交機、土偶、1886年青森県、亀川海石出土エスキモーが用いた社交機。社交機土偶、宮城県イエビス伝遺跡出土社交機土偶は縄文時代に作られた土偶の一タイプ。一般に土偶といえばこの型のものが連想されるほど有名な型である。目に当たる部分が犬イイトやエスキモーが接中行動する際に着用する。 車交機のような形をしていることからこの名称が付けられた。車交機土偶は主に東北地方から出土し、縄文時代晩期のものが多い。一方で車交機土偶を模倣した土偶は、北海道南部から関東、中部地方、さらに近畿地方まで広がりがある。その特徴は上述の車交機のような目に加え、大きな電部、ちぶさ、太ももと女性をかたどっていることである。 また、胴部には、文様が施され、種などで着色された痕跡があるものが多い。大型のものは、中が、空洞になっている。これは、薬剤にひび割れをしないようにするためだと、考えられている。完全な状態で発見されることは、稀で足や腕など、体の一部が欠損していたり、切断された状態で発見されることが多い。多産や法上を祈願するための儀式において、 土偶の体の一部を切断したのではないかと考えられている。また、切断面に接着剤としてアスファルトが付着しているものも多く、切断した部分を修理して繰り返し使用していたと考えられている。ありがとうございます。